三角関係が深まり、持続可能な恋ですか？第4話。父と娘のダブル婚活。父は一目惚れしたジョイとの距離を縮められるか。娘は結婚はしたくはないけれど、好きになった人がいる。しかし、同居するイケメン幼馴染の存在によって、好きな人と距離がなかなか縮められない。この親子の運命は。今回の第4話は、仕事や恋を通して、頑張れという言葉で一喜一憂することとなった京花。悩みの尽きない彼女へ向けた頑張れは、彼女の気持ちに寄り添った温かい言葉でした。そんな両思いの二人は、最後のセミナーを終えてしまい、お互いに寂しさを隠しきれずにいたが、次回第5話は、思いが溢れ、思わず京花を抱きしめた晴太。もう会えないのかな、と、どんどん晴太に思いを募らせる京花。自分の初恋相手で大切な人を、晴太が抱きしめているところを目撃してしまった颯。それぞれの思いがまたしても交錯していく。京花はバネッサから多摩川サステナブルフェスの仕切りを任されることになった。そして母も喜ぶだろうと考え、陽子の服をバザーで売ることにし、凛太郎もまた同じ思いで亡き妻陽子の服を手放すことを決心することに。凛太郎はバザー当日はお見合いの予定が入っていた。お見合いを終え、すぐに会場に向かうと、バザーに出品する予定のなかったオレンジのスカーフが手違いで出品されてしまっていた。さらに運の悪いことに、それはすでに買われてしまっていたのです。凛太郎にとっても陽子との思い出がたくさん詰まったこのストール。売れてしまい、手元になくなった凛太郎はショックを受けてしまう。京花や颯、会場に来ていたあかりも一緒にスカーフを探すことに。そんな父の様子を見ていた京花は、何かに突き動かされるかのようにとある場所へ向かうようです。颯が居候してだいぶ慣れてきたのか、彼の専業主婦ぶりが板についていましたね。家事が苦手な京花にとって、これ以上の人が現れるのかというほど、家事が得意な男性と相性がいいのは言うまでもありません。そして父凛太郎も、まだ娘の好きな人が颯だと勘違いしているようでしたね。しかし京花の頭は晴太でいっぱい。けれどもなぜかご飯を断られてしまい、寂しそうでした。彼女の中でも気づいていないかもしれない、晴太との間の溝となっている颯が、彼女を慰め励ますという矛盾がとてもむずがゆかったですね。仕事での選択を迫られたことを悩みの種としていても、晴太のことでも悩む彼女が可愛らしかったですが、颯だけではなく、その空間に凛太郎が入ることで余計にややこしくなりそうです。そんな凛太郎は、あかりといい感じなのがこちらも見ていてなんだか嬉しくなってしまいます。この二人は思いも同じようで、相性も良さそうなので、どちらかが早く積極的にアプローチすれば、絶対にうまくいきそうだと思いませんか？お互い変わり者具合がちょうどいいと思います。あかりの骨フェチと、その骨フェチという言葉に食いつく凛太郎のやりとりがとても面白かったです。ウォーキングの途中で、亀を見つけたあかりが、亀の骨の話を楽しそうにしている様子に、ノックアウトした凛太郎も面白かったですね。年齢が年齢なだけに、腰の次は心臓か？と
一瞬ひやりとさせられましたが、まさかのキュンを食らっていたのには驚きつつとてもいいシーンでした。それにしても演じているのが井川遥さんだから、骨フェチの女医でも愛らしさを感じますが、これがまるで可愛げのないおばさんが患者の骨にうっとりしていたらドン引きしてしまいそうですね。同じように凛太郎も松重豊さんだから、このキャラクターの良さが最大限に活かされていると思います。キュンですという若者言葉の使い方や意味合いを真剣に考えている様子もとても最高でした。そして今回の最大の見どころは、それぞれ片思いしてキュンな京香と聖太のカップル向けのパーソナルジムで体験していたところですね。さすがヨガインストラクターだけあって、柔軟や筋トレにも余裕の見られる京香に対し、聖太はとてもきつそうでしたが、女性起業家の足立ひとみの思惑通り、お互いで励まし合いながらトレーニングする姿も楽しそうでした。やっといい雰囲気になってきた二人でしたが、今回初めて喧嘩に至り、こじれてしまった京香と聖太。彼はところどころで彼女を思う本心を口にしそうになるも、言わずにやめてしまったところや、京香が最後に言った、誰のせいで悩んでると思ってるの、というセリフは、聖太に対する思いがとてもこもっていたように聞こえました。客観視すると、そういう細かいニュアンスにも気づけるけれど、なかなか当人は気づけないですよね。それは聖太の、私の大事なものリストに、彼女の名前があったことが彼の答えですよね。彼の京香を応援する気持ちや大事に思っている気持ちがどうしたらうまく伝わるのでしょうか。また一方で、今回の颯は実母からの電話に悩まされるも、無視を決め込んでいました。誰もが幸せな家庭で育っているわけではなく、親への印象は自分がいくつになっても幼少期の記憶が強く反映されるようで、颯にとっては仲のいい親子とはいかなかったようですね。そんな彼の様子に呆れ、痺れを切らした京香が口にしようとした言葉は、まさしく聖太に言われた言葉で、過去に嫌な思いを受けた言葉そのもの。けれども彼女はヨガを通しいろいろ見つめ直すことで、その言葉、頑張って、をレッスンを通して、颯に伝えていました。その思いが通じ、電話に出ることができました。お母さんと話したくなかった、と素直な気持ちを伝えることができたのも成長ですね。京香の思いが颯に通じました。これは、聖太の言葉も、京香自身に響いていることを表しているのでしょう。雨の中行われた最後のセミナーは、物寂しい雰囲気もありつつ、二人とも雨が止んだことに対してがっかりする様子がキュンでした。頑張れという言葉を受け入れ、再び起業することを意気込んだ京香と、聖太は後ろ髪が引かれる思いで、帰ろうと挨拶を交わすが、一歩前へ踏み込んだ彼の行動が、今回のお話の中でも一番のキュンでしたね。けれども、なんでこのタイミングでそこに立っているのでしょう、颯。見てしまいましたね。当然、颯にとってもショックの大きい出来事ですが、一歩踏み出した聖太に拍手したいです。三角関係が悪化しそうな予感ですが、次回も楽しみですね。次回第5話は5月17日放送です。ぜひお見逃しなく。ではまたお会いしましょう。
ご視聴ありがとうございました。